5号艇、6号艇を絡ませて高配当を当てるというわけで、今回はボートレース丸亀で行われます SG オーシャンカップに参戦いたします。難しいとされる初日ですので、少しでも高配当が狙えるように5号艇、6号艇から船券作戦を立てていきたいと思います。それでは撮影係の恵比寿さん、ボートレース丸亀へ行ってらっしゃい。ボートレース丸亀は高松空港からバスで70分、さらに丸亀の駅から無料バスに乗って10分、瀬戸内海に面した場所にレース場があります。5年前にスタンドを改築して、場内はとっても綺麗。女性やカップルのためのイベントがあったり、託児所も複数あったりで、家族連れも多く訪れていました。海水のレース場の中ではかなりインの強いレース場なので、アウトの選手が船券に絡むとかなりの配当が期待できそう。果たして今回はどうなるのでしょうか。レース場に到着後の第4レースからスタートです。長田頼宗6コース6号艇辻映像、進入のスタイルは3対3、緩やかな横風が続きます。初日の攻防第4レース予選競争、インコースから1番2番3番4番5番6番、スタートしました。センターアウト勢がスタート優勢、3コース3号艇田中、4コース4号艇の吉田敏彦です。1マークはしかし1号艇中島が競って、まっくり出していく3号艇田中、内から2号艇4号艇6号艇と差し込んでくる。センター争い大激戦となる。わずかにまくり出し3号艇田中、1号艇中島光平も粘るが、内から4号艇吉田敏彦を並べ、最内からは6号艇辻栄蔵も艇を並べていくか。第4レーススタート成功です。大激戦、先頭争い最内から6号艇辻が先手を取る。切り込んだ4号艇吉田敏彦、2号艇3号艇1号艇と殺到しますが、先手を取った6号艇辻が抜け出した。3艇身リード、2番手は2号艇4号艇が並ぶ。内側2号艇久田敏行、外に4号艇吉田敏彦、さらに1艇審査1号艇中島、内からは3号艇田中と2番手争い4選手激戦、中の1マークです。センターから2号艇久田敏行、2番手争い先手を取る。3号艇を回してシャープに打ちつく4号艇吉田敏彦、この差しアンドル届いて2号艇久田を捉えるか。わずかに2番手は2号艇久田、1艇審査で1号艇中島、4号艇吉田。スタイルは枠なり3対3、現在上空舞うような風が吹いています。初日の攻防第5レース予選競争5号レース、1番2番3番男子4番5番6番スタートしました。ダッシュでわずかに優勢、4号艇5号艇6号艇インコース1号艇しけなりも待っていないが、肩から攻める4号艇を岡村、3号艇がブロックしながら先まくり、1号艇オフセン、内側空いた2号艇5号艇6号艇殺到する。先頭争いどうか。まずは3号艇薄島が優勢、まくり切ったか。ここは山下和彦2番手に手先をかけるのは2号艇渡辺、そして5号艇池田浩二です。第5レーススタート成功、1周2番3号艇武士島が先手を取る。潜り込む5号艇池田が追いつける。6号艇山下和彦がさばいてくる。ホームスレッジに入って先頭は完全に3号艇武士島、2番手は6号艇山下和彦、3番手は5号艇池田浩二と、内側から2号艇渡辺浩二が接近するが、本家のところ3番6番5番の体勢。
3対3のスタイル。初日の攻防第8レース予選競争2コースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。わずかにスローでインコース2コースか、1号艇峰、2号艇インターン、1マーク右から1号艇峰が逃げる体勢、2号艇引っ掛けさせて、ここは焼いてつけ前に行く、内から3号艇、4号艇、5号艇差し込んでいきますが、慌て騒がず逃げ切りました。独走1号艇峰逃げた、2番手は2号艇新田雄志、3番手争いは5号艇浜田屋、3号艇中島、この両者が並んで後方は6号艇、4号艇。第8レーススタートは成功です。早々と独走体制、1号艇峰竜太、2番手争い2号艇新田の懐から5号艇浜田屋がコーナー先取りも冷静にさばいて、2号艇新田雄志が単独2番手、3番手わずかに5号艇浜田屋健吾が優勢。ここからところ1番、2番、5番の体制、1点審査で3号艇中島、6号艇寺田翔、この両者が追走。3番手争いが焦点となるか、2周の1番手です。3番手、5号艇浜田屋が外を牽制する間に、内側6号艇、4号艇まとめて潜り込んできますが、切ってかわして5号艇浜田屋健吾ガチンと3番手をキープリード。ようやく的中することができましたので、夕食の時間です。丸亀といえばおなじみうどんなんですけれども、うどんのフェアで来ていた有名店のうどんは早くも売り切れてしまいましたので、今回はおしゃれな丸カフェというお店を見つけたので、そこでうどんを注文してみました。注文したのはこちら、イケメンジェノベーゼうどんです。ジェノベーゼとはバジルのペーストにオリーブオイルや松の実を混ぜて作ったパスタでおなじみのソースですが、意外にもうどんにも結構合うんですね。まさかボートレース場でこんなおしゃれなメニューがあるとは驚きです。バジルの好きな方、特に女性にはおすすめできる一品ですよ。さて、だんだん1号艇が強くなってきましたが、後半戦はどうなるのでしょうか。第9レースからスタートです。6コースに6号艇坪井康晴、3対3のスタイル。第10レース予選競争1コースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。インコースとダッシュ勢がスタート優勢。コースタート1から1号艇白宮が押し切っていくか、4コースから4号艇がその前に3号艇辻が仕掛けるバックリザ、4号艇萩原バックストレッチも、ここは踏ん張っている1号艇白宮が先頭、5号艇萩原秀人が2番手、3号艇辻映像3番手、後方は6号艇、4号艇、5号艇。第10レーススタート成功です。1周2番先頭は1号艇白井エッジ、6位トップでクリア。潜り込んでくる6号艇坪井康晴、握っていく5号艇萩原秀人、切り込む3号艇辻映像ホームストレッチ、2番手の際はわずかに5号艇萩原優勢、1点審査で3号艇辻映像3番手から猛追。上体で向かうところ1番、5番、3番です。先頭は3点審査をリードを広げた1号艇白井エッジ、2番手の際5号艇萩原秀人に内から3号艇辻が先頭を取るが、ここは冷静に2番手差した5号艇萩原が3連戦2番手をキープ。上体系は1番、5番、3番です。定番通り3対3、現在はほぼ近い状況。初日の攻防第11レース予選競争1コースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。インコース好スタート、1号艇原田幸也、2号艇吉田敏弘、5号艇原田、1号艇原田、2号艇吉田敏弘が指して、3号艇松井がまくる、内をつくのは4号艇重谷バックストレッチ、入った先頭は押し切って1号艇原田幸也、2番手わずかに6号艇重谷和人、外から3号艇松井茂、後方は2号艇6号艇5号艇。11レーススタートは成功です。完全先頭は1号艇原田、2番手4号艇重谷と内側を送り込む4号艇岩崎智也、握るか先頭艇松井、ホームストレッチがありますが、連続戦2番手の際は4号艇
ト6コース際6号艇石野孝之、今ボートレース界一番乗りに乗っている男、史上3人目の SG3 連続 V、 そして前人未到の同一 SG3 連覇なるか。まずは初陣です。3対3のスタイル12レースドリーム戦、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。6コース好スタート6号艇石野ですが、ほとんど3番状況、1番くれる1号艇菊池光平、そしていく2号艇桐生、マックル3号艇、そしてマックル出し5号艇篠崎、マックルスレッジも押し切ったが、1号艇菊池光平単独先頭、2番で大激戦アウトからわずかに3号艇井口義人と、内から2号艇5号艇殺到する、さらに内から4号艇森田が6号艇石野迫る。12レースドリーム戦スタート先頭です。2枠先頭は1号艇菊池光平、握って回る5号艇篠崎仁志、切り込んだシャープな旋回、3号艇井口、ホームストレッチも前続戦からわずかに5号艇篠崎仁志、2番手優勢、一定審査閉鎖にかかるか、3号艇井口が3番手から追い上げる、絞り込むか5号艇篠崎、しかし内ねじ込んだ3号艇井口、追いついた2番手争い21マーク、先に回る井口ですが、ここは冷静にさばいた5号艇篠崎仁志がわずかに2番手優勢、しかしほとんど並んでいる、外側判定審査3号艇井口が3番手から、2番手争いは5号艇3号艇ほとんど差がなくなった22マークです。その間にぶっちぎり先頭は1号艇菊池光平、2番手争い外を牽制しながら5号艇篠崎仁志、その外側プンバース3号艇井口捉えるかどうか、しかし内を取って5号艇篠崎がここでわずかに2番手争い優位に進める、上位体系は1号3最終周回に入っています。先頭はしっかりと横から逃げ切りました1号艇菊池光平、そして2番手争いまだまだ分からない状況、もう一度つけたい格好、3号艇井口全速戦決まるかどうか、内から受け止める5号艇篠崎仁志がわずかに捉えるが、外からサイド艇を並べた3号艇井口、2番手争い5号艇3号艇ここでぴったり並んだ、内側5号艇篠崎仁志、外に3号艇井口を1人、ラストコーナーに入ります。先頭1号艇菊池光平、2番手三度のつけ前格好、3号艇井口、これが決まるか、ホームストレッチに入るが、わずかに5号艇篠崎仁志2番手守ったか、1号3号先頭1番菊池ゴールイン、2着5番篠崎、3着3番井口ゴールイン。11レースまでは1万円近くのマイナスでしたが、なんとか最終レースで逆転ができました。2着がもし3号艇だったら倍率は15倍にまで下がっていましたから、今回はギリッギリの勝利でした。そして全てのレース結果がこちら、12レース中9レースで1号艇が勝ちました。今回はかなり極端な結果になりましたね。去年の墨の絵もそうでしたけれど、1号艇の強いレース場で外の艇から買うのはかなり無謀なチャレンジになりそうですが、1号艇から5番や6番が2着や3着に来るとまずまず配当がついてくることが今回よくわかりました。次はどのレース場で撮影をするかわかりませんけれど、インコースが有利なレース場でまた同じような買い目で狙ってみたいと思います。そして今回も長時間のご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけるともっともっと嬉しいです。よろしくお願いいたします。